違うで。ほんまですか？当時もの看板。なんか調べれます？いや、わからん。調べてみるわ。お願いします。任せて。吉野家看板。画像。吉野家でいっぱいありますね、ほんまに。いや、変わらんな。でもこんなに看板の種類があるっていうのは、うん、まあ、何気には見たことあるとは思いますけど、うん、僕も改めてですね、当時もないから、これだってめっちゃ古いね、ここの吉野家。昔からでもほんまに、まあ、吉野家やったらこのオレンジの看板でこれな感じですね。こんなのなんかないやん、あんまり。で、なんか文字がある、これ僕ら吉野家来たんですか？お前最初金太に行っとって、はい、でも、はい、あのラストオーダー終わったんでって言われたんで、ちょっと持ち帰りしかないの。はげたんですよね、僕ら。そう、あと、あ、これは、うん、ここももしかして、うん、持ち帰りしかなさそうですね。ちょっと確認します。よろしくお願いします。ここまでは分かる。これだから口を閉じて食べたら、はい、だマシなんやて。だと思うね。はい、なんかどっちかでも、ね、ああちゃうわ、あ、なんか魔女みたいな湯婆婆が出てくるやつ。そうそうそう、それが豚になるやつですよね、うん、ほんで豚がどうしたのか、うん、カットできへんねん、こんなに喋ったらカットできへんねん。いや、ちょっと、いや、ほんでもこれはそのまま、うん、もちろん、うん、これさんが食べろ食べろって言って、はい、美味しいぞって言って、こう、あの講師の方です、こって、うん、こうって、あの普段でもそんなカメラが音拾いすぎやねん、はい、くちゃ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 。そうですよね、くちゃくちゃカット機能とかあったらいいのにな、いろんなカットする機能あるくせにな。くちゃくちゃだから、もう鼻グイッて広げてもらったら、こういうやったら、ね、ほなちょっとずつ、ほんまにやけど、そんなあの難しいですね、うん、ロクさんに負けんと僕らもあの、うん、鼻の穴を大きくして、はい、ダイエット企画って、はい、もう僕ロクさんだからすごいと思う、上げ続けとるわ、もうね、毎日毎日、うん、うん、やっぱりそうですよね、うん、ほんまにこれやっぱあるんで、なんか唐揚げ結構美味しそうじゃないですか、ほっといやそうですね。今のところカットしてや。でもほんまに、いや、もういや、そうだ、もうこれ、うん、かいだってもう、牛丼だけでお腹いっぱいになってるのに、もうあれですね、うん、でも、うん、僕、魔法使えるんで、うん、あの、ナックさんが、うん、ほんまに、この今、あ、おめっちゃすごいやみたいな。食べたくない時って、もう自然と、あの、あれそうなってるんですね。あれってなったな。あとね、不憫で、ちょうど、ここに来る間に、うん、やめよう、うん、でもやっぱ反対車線から見るのがちゃうかなって、何もしょって重要本社だけどな、その辺よく分かってないです、そのまあ、どうちゃうんですか、五十嵐さんとかもなっとったし、うんうん、めっちゃすごいやんって言ってくれるか、うん、怖いって言われるか、どっちかですね。その知っておられる方で、うん、誕生日出ました？いや、全然覚えてない。これはブツブツボソボソ言ってますけど、ようかな、これ、うん、ロジコさん喧嘩売ってますね、でかい、うん、メールね、うん、ほんまに不思議なもん、うんうん、絶対忘れるんですよ、うんうん、10回ぐらい繰り返しても、さっき言うとった、あ、次信号止まった時にちゃんとパッとメールね、止まりました、停止しました、うん、そこで、うん、多分そこで、うんうん、どれどれで、あれはすごい、うん、を配信してるのが本社って、でも先ほどほんまにあそこ、あ、こんなところに分かるよ、昔から、あの大きく言えば2階があるやつか、もう、うん、あるある。でも一つするときは襟正してます。だからチャンスって笑いますよ、この容器のこの感じで、うん、これ500円玉やったら100万、これ100万になります、100万コースですか、これ、うん、100万や、
ほんまに？こんなぐらいで500円玉、だって10枚で5万やろ。うん、じゃあ、じゃあ、5000円。あ、10枚で5000やろ。ほんで100枚で5万やろ。はい、1000枚で50万。10枚で5000円、100枚で5万円、1000枚で50万、2000枚ですね、2000枚。うーんとな、はい、そんな貯めたことあります？いや、これ2000枚も入れへんな。